どうも、カブトです。ただいまの時刻5時31分ですね。気温が 35.2 度ですね。設営完了しました。今日は桂に来ております。道の駅桂です。天気予報はこれから雨なんですけれどもね、今日は桂で焚き火がしたかったんですね。なので雨が降ってくる前に焚き火をね、できるだけ楽しみたいと思います。それではプレモル行きたいと思います。それでは久々のカツラに乾杯。あー、うめ、幸せだな。ソロキャンプ最高。今日設営した場所はですね、赤橋のほんとたもとですね。今日は赤橋とサシでね、飲みたいと思います。焚き火を眺めながらね。雨降んないでくれよな。ただいまの時刻6時42分、気温が 26.9 度ですね。雨が本降りになってしまいましたね。焚き火はね、軒の下に入れたんですけども、変形張りにすると端が見えなくなっちゃうんですよね。残念です。でも雨キャンプ楽しみましょう。雨がね、本降りになってきたんで、前後変形張りで対応しております。今日の刺身はカツオですね。もちろん醤油は刺身醤油です。生ニンニク、これたっぷり入れましょうね。で、ここで追いネギですね。追いネギ、こんな感じで。それではいただきます。うわ、うまそう。ニンニクをたっぷりつけてね。うん、間違いない。今日の2本目はゴールドスターですね。雨が強くなってきましたね。今日は完全に引きこもりスタイルになりそうですね。カツオうめえな。うん、ただいまの時刻8時33分です。気温が 26.8 度ですね。今日はね、ちょっとウィルキンソン忘れちゃったんですよ。なので途中のね、セブンイレブンでストロング強炭酸水を買ってきました。多分そんなに味は変わらないと思うんですよね。今日はトリスクラシックですね。それではレモンを切っていきましょう。
それではいただきます。あーうまい。今日はね、赤橋とね、差しで飲むわけだったんですけれども、雨なんでね、ちょっと見れませんね。焚き火があるんでね、焚き火をちょっと眺めながらね、まったりしたいと思います。焚き火もいい感じになってきましたね。今からね、ハイボールに合うつまみを何か作っていこうと思うんですけれども、今日はね、スーパーに行きましたら国産のいいホルモンがあったんですよ。今からホルモン焼いていきたいと思います。そしたらですね、ここに刻みニンニクですね。そしたら追いネギですね。追いネギ、で仕上げにマヨネーズですね。完成しました。マヨホルですね。マヨホル、これがまたハイボールに合うんですよね。それではいただきます。うわうまそう。でハイボールで流し込むと。合う合う、これは合うわ。あかかか、雨はますます強くなってますね。セブンイレブンの京丹さんでも結構いけますね。幕を打つね、雨の音聞こえます？雨がね、だんだん強くなってきましたね。このね、マヨホルとハイボールね、これ無限にいけますね。やべえっす。ハイボール3杯目なんですけども、このマヨホルがあるとね、いくらでも飲めちゃいますね。ダメですからね、こういうものをうちで作って食べてたんじゃね。キャンプに来た時だけ作って食べてください。ただいまの時刻9時45分ですね。気温が29度です。そろそろね、締めたいと思うんですけれども、今日の締めはですね、これです。台湾混ぜそば麺の素とですね、麺はですね、パスタじゃねえんですよね。流水麺のうどんなんですよ。筑波高原キャンプ場の朝は流水麺のそばだったんですよね。今回はうどんでいきます。それでは作っていきましょうね。まずは流水麺の水ですね。これをよいしょ、
としたら流水麺のうどんですね。これね、2人前なんですよね。そしたら台湾混ぜそばの素をかけてきますね。そしたらこの真ん中に卵なんですよね。よいしょ、乗ったな。そしたらね、ここにまたネギの登場ですね。結構なんだかんだしてネギ使いますね。そしたら最後にね、台湾混ぜそばなんですけども、韓国海苔なんですよね。そして最後に赤唐辛子なんですね、鷹の爪ね。完成です。台湾混ぜそば、どうですか。うまそうですね。これどうやって食べるんだろう。いただきます。とりあえず混ぜんだろうな。こんな感じで、うめ。これはうまいわ。うん。味が濃いんでね、ハイボール復活です。なかなかしまんです。ごちそうさまでした。台湾混ぜそばの素、うまかったですね。今日は流水麺のうどんだったんですけれども、これパスタでも全然いけますね。あとはメスティンでご飯に直接かけちゃってもこれいけますよね。味濃いめなんで、うまかったです。ただいまの時刻10時33分ですね。気温が 27.9 度です。雨がね、だいぶ強くなってきましたね。今日は焚き火を眺めながら、カツオのたたきから始まってホルモンを食べて、締めに台湾混ぜそばですね。楽しい時間を過ごせました。まだね、ちょっとね、ハイボールあるんで、これをちょっと飲んで焚き火をね、楽しんでもうちょっとゆっくりしたいと思います。それではおやすみなさい。また明日。おはようございます。ただいまの時刻5時20分、気温が 23.5 度ですね。外相変わらず降ってますね。焚き火できるかな。火つくかな。
ただいまの時刻ちょうど7時ですね。気温の方は 28.4 度です。朝食行きますかね。今日の朝ごはんはリーの30倍で目を覚ましたいと思います。それとですね、厚切りハムカツですね。これちょうどね、特売品があったんですよね。それとスープはじっくりコトコト濃厚クラムチャウダーですね。サラダはチョレギサラダです。ご飯の方ね、給水始めます。いいんじゃないですか。ふっくら炊き上がりましたね。そしたらですね、ここにハムカツを乗せていきますね。1枚、ここか、2枚、3枚か。そしたらやっぱり赤の福神漬けなんですよね。完成しました。リーの30倍と濃厚クラムチャウダーチョレギサラダのモーニングセットですね。それではいただきます。うわー、うまそう。どれどれ、結構辛いな。いやー、これうまいっすね。意外とリー辛いですよ、これ30倍。ちょっとね、これハムカツいってみますね。これね、やっぱハムカツ最高だな。福神漬け、やっぱり福神漬けは赤だよね。クラムチャウダーね。うまっ。チョレギサラダ。ちゃんとサラダも食べないとね。ごちそうさまでした。いや、うまかったな、リーの30倍。目が覚めたぞ。ただいまの時刻8時16分ですね。
気温が 32.3 度になってますね。そんなにあるかな。撤収の時間になってしまいましたね。時間の許す限り桂にいたいんですけどね。まあ設営があれば撤収もあるっていうことですよね。それでは焚き火が落ち着きましたら撤収の準備に入りたいと思います。ただいまの時刻8時48分気温 25.8 度ですね。撤収完了しました。しかしよく降る雨ですね。今年はいつ梅雨明けるんですかね。もう8月近いですからね。もう雨キャンプはいいかな。アフターが大変なんですよね。家帰ってからがね。まあ楽しさもあるんですけれどもね。雨の時にテントの中にいるとなぜかワクワクするんですよね。キャンプやる方だったらわかると思うんですけれども、次のキャンプの時は梅雨明けてますかね。それではまた次のフィールドでお会いしましょう。カブット TV でした。桂最高。